Hi, this is T-Rex. どうも T-Rex です。今日はダイエット効果の薄いランニングとはといったテーマでお話をします。痩せたいとか、体を絞りたいって、こういったところの目的からランニングを始めるって方って結構いると思いますし、もしくはですね、これから、ちょっと痩せたいなと、そういう風に思ってランニングをしていくって方も結構多いと思うんですね。ただ結構ですね、実際ランニングをしてみたら、あれ思ってたより痩せへんなと、そういう風に思うことって結構あると思いますし、さらに言うとですね、目に見えてわかる皮下脂肪に加えて、目に見えない内臓疲労とか、こういったところが結構走ってても、なかなかね、痩せてる感がないので、これによってモチベーションを保つのが難しくて、で、それでランニングが続かないと、こういう風になってしまう方って結構いると思うんですよ。でもね、せっかくね、ゲー吐きそうになりながらランニング必死で頑張ってるのに、全然目に見えて効果がないってなったら、結構それほど悲しいことはね、ないんじゃないかなっていうふうに私も思うんですね。なので今回は、それでせっかく頑張ってるのに、ダイエット効果がちょっとこう、下がってしまうというか、あまり低いなっていうランニングについて、皆さんにお話をしていきます。ではまずランニングで痩せる仕組みっていうところから皆さんに説明していくんですが、ランニングを通して痩せるっていうのは、つまりはですね、脂肪を燃焼させるっていうことなんですよ。で、特にランニングっていうのは有酸素運動なんで、脂肪燃焼の効果が高くて、で、それっていうのは、走れば脂肪が燃えてエネルギーになって、それで体が絞れていくって、そういうような流れで、でもこれっていうのは結構イメージを持たれている方が結構多いんじゃないかなというふうに思います。ではそんな中で脂肪を燃焼させる仕組みっていうのはこれどうなってるのかってことなんですが、これは厳密に言うと脂肪を燃焼するっていうよりかは、脂肪がエネルギーとして使われて消費されるっていう、そういうようなイメージなんですね。で、その脂肪の消費っていうところのメカニズムに関しては、簡単に言うと、脂肪が使われるためには、まずは脂肪が分解されて、脂肪っていうのは細かくならないといけないんですよ。で、それが細かくなったものが血液に乗って流れて、それが各筋肉のところに届いて、で、それがエネルギーとして使われるって、そういった形なわけですね。だからイメージ、筋肉っていうのはなんか車で、で、それでこう脂肪っていうのがそこに入るガソリンみたいな、そんな感じのイメージで、筋肉がしっかりあるってことは、それだけこう脂肪をガンガン燃やしていくので、それだけ脂肪がよく燃えるっていう、逆に言うとそういうことになるので、だから筋肉がしっかりある方が脂肪のこう消費っていうのが早くなりますよっていう話なんですよ。つまりまとめると、脂肪をうまく消していくためには、脂肪を分解するっていうところと脂肪を燃焼するっていう、この2つの手順を踏むことが非常に重要になってくるというところで、逆に言うとこの2つのところをしっかりやっていれば、ランニングをしている中でダイエット効果っていうのは結構あるんじゃないかなっていうのが私の持論です。ではここからはですね、さっきの話を踏まえて、具体的にどんなランニングをしたらダイエット効果が低くなってしまうのかって、こういったところについて話をしていくんですが、まず一つ目がですね、きついペースで走るっていうところなんですね。で、ダイエット効果を求めるのであれば、きついペースで走るランニングってあんまり良くないんですね。痩せたい目的のランニングの時は軽めのペースで走るって、これが結構重要で、で、軽めのペースってどれぐらいねって話なんですが、これはですね、数字的には結構人によって違ってくるっていうか、そういう一概に言えないところはあるんですけれども、感覚的に言うと会話が楽にできるペースって言ったところですね。要は、これぐらいの優しいペースで走ることによって、これがダイエット効果につながるっていうところなんですが、その根拠っていうのは何かっていうと、これは人間の代謝の仕組みっていうところが大きく関係しています。で、人間の代謝の仕組みっていうのは、これは4種のハイブリッド構造っていうか、ハイブリッドって基本的に2つのことに対して言うことなんで、あんまりこれハイブリッドっていうのが正しいかどうかわからないんですが、一応4種類の形になっていまして、一応1つ目から順番に説明すると、1つ目が有機的脂肪分解系、そして2つ目が有機的解糖系、で、3つ目が無機的解糖系、4つ目がクレアチンリン酸系で、こういった4つのところで、これ先日出したインターバルの本当の目的とはって、こんなような動画でも説明したので、今日はちょっと簡単にしか言わないんですけど、要はこの中で、有機的ってついてる1つ目の2つ目に関しては、これは酸素を使ってエネルギーを作りますっていうところで、で、3つ目と4つ目、無機的解糖系とクレアチンリン酸系っていうのは酸素を使わずにエネルギーを作りますと、こういった違いが大まかにあります。で、当然ながらダイエット効果を出していくためには1、2の領域で走んないといけないんですが、その中でも特にこう1と2で何が違うかっていうと、有機的の後ですね、脂肪を分解してエネルギーを作るのか、糖を分解してエネルギーを作る。糖っていうのは要するに炭水化物とか摂取した時に、それがこう体内で糖に変換されてこう貯蔵される。これのことをグリコーゲンっていう風に言ったりするんですけど、これについては聞いたことがあるって方も多いのではないでしょうか。で、この脂肪と糖それぞれ分解してこうエネルギーをしていくんですが、これがですね、結構重要なところで、まず丸2の糖を分解してエネルギーを作るっていう、こちらの方の話でいくと、これはですね、脂肪っていうのは全く関わらないと。要するにその体内に貯蔵されているグリコーゲンでエネルギーを作っていくので、脂肪は全然分解されないので、結果この2の領域のペースで走ると脂肪って分解されないので、結局ダイエットにはそんなに繋がらないっていうところなんですね。対して1つ目の有機的脂肪分解系、要するに一番楽なペースなんですけど、この楽なペースである程度走ることによって、これでこう脂肪が分解されて脂肪の燃焼というのが促進されていくと、そういったようなわけでございます。ちなみにちょっとさらっとこれ分かってる程度で喋っちゃったんですけど、これ1から4って、これ1から4に向かうにつれてペースがどんどん速くなっていくんですね。要するに1が一番ゆっくりで4が一番きついっていう、そ
そういうような感じで、まあ、4に関してはもうほぼほぼもうなんか400とか800とかもそれぐらい走る時ぐらいのもう代謝の速度がめちゃくちゃ速いのがこのクレアチンリン酸系というものです。対して有機的脂肪分解系とかこのゆっくりの 1,2 の範囲っていうのは結構その長時間走り続けることができる、そういう代謝になります。だからマラソンとかハーフとかの時はこの1とか2の領域でできるだけ走っていたりすることも多いと思いますが、まあ、これらが全部体の中で同時に起きているのが代謝っていう形なんですけど、まあ、この中でも一番の領域で走るっていうのが、まあ、要するにこうダイエットを効果を高めるためには重要なんですよっていうところです。と、まあ、こんな感じで小難しい話いっぱいしちゃったんですけど、結局のところこのまあきついペースで走らないことがダイエット効果があるっていうのはそういう理由のところで、まあ、あの有機的脂肪分解系、まあ、酸素を使って脂肪を分解してくれるぐらいの楽なペースで走った方がダイエット効果っていうのは高くなりますよっていうのがこの章のお話です。そして2点目のポイントなんですが、これがランニングだけしてるっていうところで、筋肉がないと、まあ、基本的にはその痩せるっていうかダイエット効果を期待するって難しいと思ってください。まあ、さっきのところでもちょっとお話ししたんですけど、まあ、ランニングではですね、脂肪がこう分解されて、まあ、その分解されたのが筋肉に届いた上でこう燃焼されるって、まあ、そういったような形で脂肪ってなくなっていくので、ただその分解っていうのはさっきのゆっくり走ることによって促進されていくんですけど、じゃあ分解されたその脂肪の行き先ってどこやねんって話なんですが、これが筋肉なんですね。だからこういう時に筋肉が全くないってなってくると、燃焼がね効率よく進んでいかないっていうことがあるんですね。まあ、実際には人間の体ってあの絶対に筋肉が皆さんついているので、別にそこまで筋トレとかめちゃくちゃ頑張らなくてもその燃焼先っていうのはあるにはあるんですけど、ある程度やっぱりしっかり筋肉っていうかその下地を作っておいた方が脂肪の燃焼っていうのは早くなりますよっていうところで、加えてこう筋トレをちょっとしておくことによってその代謝自体を良くすることができるので、例えばこう筋トレに関しては朝にやるのが結構おすすめで、朝に筋トレをすることによってその日は一日中ですね結構代謝がいい状態保たれることが多いと。まあ、そうなってくると、まあ、結構ねその日一日中汗かきやすかったりとか、なんか暑いなと、よく筋トレよくする人がもうなんかピッチピチのなんかピチティみたいに着てる人多いと思うんですけど、あれっていうのは多分結構代謝がいいので、まあ、そういうような感じになってるんじゃないかなと思います。でちなみに筋トレの内容なんですけど、これはまあ簡単でいいと思います。あの特に体幹部分、まあ、腹筋とか背筋ですね、大きな筋肉と、あとは下半身ですね。あの下半身っていうのは実は全身の筋肉量の中でもほとんどが下半身の方にあります。 60% ぐらいかな、結構下半身の方が割合として多いので、やっぱり大きい筋肉を鍛えた方が効率的に脂肪もあの燃焼されやすくなります。なのであのしっかりその大きめの筋肉を鍛える、だから末端のこういう腕とか、まあ、そういうとこを鍛えるというよりかはもう体幹の腹筋とか、まあ、背筋、あとはこう体、お尻とか太ももとかですね、こういったところを、まあ、スクワットなりしてやっていくのがすごくいいんじゃないかなというところです。これが2つ目のところですね、筋肉をやっつけましょうと。次に3点目のポイントですが、これ練習が点と点になってるっていうところで、まあ、練習をできるだけ継続的にやるっていう、これ非常に重要なところなんですね。でこれなんでかっていうと、練習がですね点点点ってこうなるってどういう状況かっていうと、一回きつい練習を例えばバコンってやりますと、で例えばまあ25キロ走とか、まあ、30キロ走とか、まあ、距離走をやったとしましょう。で距離走をやって、でその日は確かにすごいこうすごい量のカロリーを消費したんだけれども、まあ、そっからなんかこう全然、ね、練習が空いてしまって、例えば2日3日練習やりませんでしたと、まあ、そうなった時にですね、その2日3日全くカロリーを消費しない状態で、でそのまたその3日後ぐらいにもう1回10キロぐらい走ると、まあこういうようになんかまるで狩猟民族みたいな感じでですね、なんかこうバーンと1回大きい練習をやって、そっから何日間か練習せずにまた何日間か空いてそれなりにきつい練習をやってみたいな、まあこういうやり方をする人と、もう一方で農耕民族的な感じでなんかこう毎日毎日ですねコツ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 と、まああのそんな20何キロとか走るわけじゃないけど、まああの5キロから10キロぐらいの距離を継続的にしっかりと1週間続けて走ると、まあこんなような2人の人がいた時に、まあ、結局この2人ってどっちの方がそのダイエット効果があるランニングできてるかって言ったら多分後者の方だと思うんですね。っていうのはあの途切れさせずにこう毎日のようにしっかりこう代謝を回すことができてるの で代謝っていうのは別にランニングをしてる間の話だけではなくて、そのランニング以外の時間にもやっぱり関わってくることなんで、まあ、これに関しては1回ドガンと走って、まあ、その後あんまり何日か走らないみたいな、まあ、ランニングあんまり習慣化していない人っていうよりかはしっかりとですね練習が点と点がつながって線になって、まあ、毎日ですねちょっとでもいいから、まあ、ランニングしてる人っていうのが痩せやすいんじゃないかと思いますし、で加えて、まあ、その中でも1回1回の時間が短すぎるとあんま良くないなっていうのもありまして、まあ、できれば30分以上走った方がいいかなというふうには思います。なぜかっていうと脂肪燃焼するまでにはですね、まあ、こう流れがこう例えばゼロの状態からいって、まあ、脂肪燃焼がですね走り始めて、まあ、10分20分30分とこう経っていきます。でそういう時にこういうふうに脂肪燃焼していくっていうよりかは最初はね脂肪燃焼しづらいんですよ。でこういう状態からなんか30分経つか経たないかぐらいから一
気にウォーってこうブーストしていって、ですごい燃え出していくような感じなので、30分経たないぐらいランニングをやめてしまうと脂肪燃焼がねブーストかかる前にやめてしまっているので、あんまりねこれは脂肪燃焼につながらずダイエット効果につながらないといった形になりますので、まあこの3点目の話のまとめと、そんなにきつくない強度でいいからできるだけ毎日、まあ習慣化して継続的に走りましょうっていうところと、まあその中でもできるのであれば、まあ30分以上はちょっと走るように心がけた方が、まあダイエット効果としては高いんじゃないかなというところです。ではちょっと最後話をまとめていきますと、まあランニングでねダイエット効果を求めるのであれば、やっぱりきつめにこうすごい追い込みまくって走ってたりだとか、あるいはこう筋トレとか全くしなくてもランニングだけ、まあそれだけやってるっていう場合、まあ有酸素運動だけやってる場合と、そして3点目がまあどっかできつい練習バーンってやってもう何日間か走らないみたいな、本当になんかたまに気が向いた時だけ走るっていうよりかは、まあできる限りまあその走ることを習慣化して、まあ継続的にやってるっていうか、もう代謝をずっと上げてる状態の人の方が痩せやすいですよっていうところのお話です。まあぜひランニングで痩せたいと思っている方とか、こういったところを意識してやってみるといいんじゃないかなと思います。今回も動画をお付き合いいただきましてありがとうございます。最後に長距離走マラソンが速くなりたい方にお知らせです。現在私のこのキラの公式 LINE では YouTube では公開していない長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントっていう、こういった限定動画を今無料でプレゼントしています。この動画の受け取り方は、私の動画の概要欄から URL をクリックしていただいて、キラの公式 LINE をお友達登録していただく。たったの10秒間で簡単登録完了します。そしてこの LINE を登録していただくと、大阪マラソン日本人トップで、マラソン2時間13分41秒、そしてハーフマラソン1時間3分9秒という、こういった記録を持つ池上秀幸っていう人と、これまで YouTube でコラボしてきた動画の他に、ちょっとニッチで話せないような内容を限定動画として皆さんに随時配信します。私の LINE に登録していただくことで、これらの限定情報というのをこれからどんどん受け取っていくことができるのですが、ぜひこの機会に LINE 登録してみてはいかがですか？それでは、また限定 LINE の方でお会いしましょう。最近私のコーチング受けてくださってる方と音楽の話になりまして、でまあティラノさんってそういえばどんなアーティストが好きなんですかみたいな、まあそういうことを聞かれたので、私即答でクレバって答えたんですね。で、みたいな感じの反応だったんですけど、まあ思い返せば確かに私のこれまでの人生の中でクレバって言って共感してくれる人多分一人しかいなかったですね。分かってくれる人他にいんのかな。本動画はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。